国が来週から開始する GoTo キャンペーンに懸念の声が上がる中、感染者が比較的落ち着いている東北と新潟がタッグを組んで、観光需要の回復を目指すキャンペーンの PR が仙台で行われました。今日 JR 仙台駅では旅行関係者などがノベルティを配布して絆キャンペーンを PR しました。キャンペーンでは宿泊券などが当たるスタンプラリーの実施や各県の名所を紹介する動画を配信するなどして観光需要の回復を目指します。首都圏などの感染者増加で国が来週から開始する GoTo キャンペーンに懸念の声も出る中、主催する東北観光推進機構は比較的状況の落ち着いている東北・新潟エリアから観光の活性化を図りたいとしています。感染者がまだ、なかなか減らない状況ではあるんですけれども、東北・新潟域内でまず動いていただこうというキャンペーンを、この度開始させていただいたということでございます。また宮城県の観光課もこのキャンペーンと連携して県内や隣県から徐々に誘客の範囲を広げていきたいとしています。